ポケモンテラリウムの第3弾をゲットしてしまいまして、なんとラインナップにセレビーがいるという奇跡ミラクルレベルマックス、今回の一番、あでもねシャワーズもね一番張るよね、シャワーズ張るよね、セレビー並みに張っちゃうよね、すげえ欲しい。でもねなんかこう見る限りね、クオリティ的にセレビーとね、あのセレビーあとムーマーとか、あとねあとね人影サンダー日の嵐、クオリティ的にさ、シャワーズとかよか、この人影ちゃんとか可愛よさそうじゃないこれ。でもポケモン的にはシャワーズが好きだから、シャワーズゲットしたいんだよね。まあ、今回2箱しかゲットできなかったから、もうワンボックスあればな、ワンボックスあれば、全種コンプ確定だったんだけどね。まあ、とにかく今日はセレビーとね、まあ、シャワーズか人影、来てくれたらいいかな。まあ、マストはセレビーだよね。やっぱね、マストはセレビーということで、いきます。さて。いやワンボックス本当惜しかったな。いやなぜかというとね、200個買った後にワンボックス買うと被るやつ、まあ被ってもよろしなんだけど、被るやつ出るんだよね。まあ自分のまあセレビーとかだったらね、自分の好きなやつだったら被っても全然 OK なんだけど、さて待って、これはちょっと待ってくれよ、これなんだ、あーわかった、サンダーだわ、絶対そうだ、この雲な感じ。マジでか。伝説来た、伝説。絶対サンダーだよね、これね。パーカーリスト、開けまして、伝説の。サンダー、かっこいい。袋に入ってるし、でもかっこ、めっちゃかっけえじゃん。でも、くちばしちょっと曲がっちゃってるね。これ直さなきゃ。まあ、とりあえず、一つ目は、ワンボックス目はサンダーということで、次の箱に行きます。置いといてね、横に置いといて、セッティングしといて、まあ、開けてから、全部開けてから、2箱しかないし、全部開けて、いや、お願い、セレビー来て。でもね、人影もめっちゃ可愛いな。でも、シャワーズも見たいんだよな。本物はさ、もう、なんかこの画像だとね、なんかしょぼく感じない？ちょっと他のやつに比べたら劣る感じしない？いや、でも実際開けてみたらわかんないからな。やっぱシャワーズはゲットしたいな。お願いします。シャワーズ、人影、セレビー、狙いのどれか一つ出て、お願い。狙いのどれか一つ。まあ、サンダーもね、欲しかったけど。サンダーもう、いずれ絶対コンプする。俺、このシリーズはね、コンプ、あれ、カプセルに入ってない。出てる、カプセルから。いつも絶対カプセルに入ってなかったっけ？人影ちゃんだよね、これ絶対。この、草な感じ。この草な感じ絶対そうだよね。人影ちゃんじゃん。あ、待って、見るの忘れてたね、これね。この紙もなかなかね、あの、コレクションしがいがあるんだよね。1枚は絶対保存しとかんとね、このポケモンテラリウムコレクション3。ついに3段まで来たか。やっべ。やっぱこのシリーズフィギュアがいいんだよな。うわー、マジでか。ちょっと、ごめん、倒れちゃった。いや、これやべえ。あの、人影のさ、フィギュアのクオリティ自体もやばいんだけど、この尻尾のね、このクリアパーツと、あとね、ここ気づかなかったんだけど、あの、雫があるんだよね、ちゃんと。うわ、すげえ綺麗。雨上がりって感じだね。雨上がりの人影ちゃん。あとこの水玉、あ、もうこれ、待って。ずれちゃった。背景がさ、これ最強じゃない？やべ、これ歴代1位2位を争うな、この背景。あの、雫、あってなってるんだね、これね。人影ちゃん、あ、雫落ちるみたいな感じになってるんだよね。これもうちょっとね、下に向けなきゃいけないんだけど、今ちょっとこの、あんま行かないから、これでちょっと我慢してる。もうちょっと下に下げたいよね、ぐって。あの、見本見るともっと下がってて、この辺にちょっとカエルとかもいたらもっと良かったよね、カエルとか。あと水たまりのね、この池っぽいの、あの、ポイント高い。やべえ、めっちゃ可愛いな。そしてあの、モンスターボールの中にセッティングすると、こんな感じになります。もう最強ですよ、これ。めっちゃ可愛いっていうか、もうセレビー絶対ゲットしなきゃ、これ本当に。セレビーやべえだろうな。でもね、背景的には、まあ、総合点的には、人影ちゃんがナンバーワンかも。かなりポイント高いよね。今回の中だけじゃなくて、今までの歴代のやつ考えても、かなり、これポイント、いやでも、セレビーナンバーワンかな。やべえ、ここ、ポーズもいいよね、セレビーの。めっちゃ欲しいんだけど、次サンダー。そして次サンダー。うわぁ、サンダーのフィギュア、めっちゃかっこいいね、後ろ姿。おぉサンダーかっけえ。でもね、ちょっとね、あの、くちばしがね、まっすぐにならないんだよね、この子。どうしたもんか、これ。ずっとやってないと、しばらくやってないと治んないかも。あとね、あの、あれだね。総合点的に言うとさ、やっぱり人影ちゃんナンバーワンじゃない？今回、あの、サンダー、もうサンダーがかっこいいんだけどさ、背景的にはもう人影ちゃん、あの、なんだろう。
あの設定設定あの雫を見てあってなってさ、人影ちゃん あれいいな、めっちゃ可愛いな。でもサンダーはサンダーでかっこいいね。まあ、ジャンルが違うからな、比べらんないか。こっちはもうイケメンだもんね、イケメン。さ、あっちは萌えだもんね。ジャンルがちょっと違う。いや、いいな、やっぱテラリウムシリーズ。すげえかっけえサンダー。そしてめっちゃ可愛いんだよね、人影。狙いの一つは来てくれてよかったし、安心した。いや、よかった。一つ来てくれた。あとセレビーとシャワーズ。絶対ゲットしなきゃ、つうか、コンプしたいわ。コンプしたい、これどうしてもコンプして。まあ、ワンボックスあったら被っちゃうけど、絶対か、この人影被っても全然 OK。人影なんてこれ5個あってもいいよね。正直、めっちゃ可愛いわ。この、いや、ほんと、下の水たまりのポイントがすごく高い。で、この雫ね、雫ポイント。完璧っすね。あとサンダー。すげえかっけえ、ビリビリサンダー。めっちゃバリバリしてんな。それではでは、また次回。次回こそは絶対にセレビーとシャワーズでお会いしましょう。出したいな、セレビー。本物見たいよね。絶対可愛いもんな、これ。美しい。可愛い、美しい。萌えレベル。いや、でもね、やっぱ人影ナンバーワンだわ。もう開ける前からわかる。今回のこのメンツを見る限り、これ、この子ナンバーワンじゃない？この設定。この設定の人影ちゃんナンバーワンだよね。これはもう言うことないですな。めちゃめちゃ可愛い。ずっと見てられるもんな、俺、ほんと。めっちゃ癒される。あ、みたいな。あ、落ちる。みたいな。雫が、あ、落ちる。みたいな感じだよね、これね。めっちゃ可愛い。セレビーフィギュアも欲しいんだよね。っていうか、フィギュアが欲しいの、セレビーの。このテラリウムのセットも欲しいんだけど、もちろんセットで欲しいんだけど、セレビーのフィギュア欲しいんだよね。人影、マジすげえ可愛いな。やばいね、このデザインね。尻尾がメラメラってて。いや、可愛すぎる。来てくれてありがとうな。一生大事にしよう、これ。